わせてもらう。断絶の帯が局所的に地表近くまで下がってるらしい。こんな状況は初めてだな。怪異の数もかなり多いし、難しい任務になりそう。なんだ、アリスなのか！？アリスさんは断絶の帯に触れてしまったことで怪異化したんですね。断絶の帯があんな地面の近くにまで降りてくることがあるんだな。かなり珍しい現象だと聞いている。俺もあそこまでの効果は見たことがないな。おい、さっきのあの怪異の姿。ええ、お姉ちゃんと一緒に戦ってくれた人たちの中にいたわよね。そうか、あの怪異がやはりそうだったのか。カサネたち、アリスおば様に会ったの？セーラーの研究施設にいるんだっけ？私たちも今理解したのだけど、アリスさんはもう亡くなっているわ。え？そうなるとカレンはそれを知った直後にレッドストリングスを使ったってことになるのか。それじゃあ兄さんの目的は？会ってみればわかることだわ。ここにカレンがいることはもう間違いないでしょ。気になることはあるけど、目的を忘れないようにしよう。俺たちはカレンに協力してもらうために来てるんだから。
俺の超能力使ってもいいよ。では開始だ。